メディアを再生する、ラ・マルセイエーズ、ラ・マルセイエーズ、または、マルセイユの歌は、フランスの国歌である。元は、フランス革命の際の革命家で、マルセイユの連盟兵が大歌として歌って広めた、ことによる、ラ・マルセイエーズの楽譜この歌は、フランス革命政府がオーストリアへ、宣戦線布告したという知らせがストラスブールに届いた1792年4月25日から、 翌26日の夜にかけて、市長フィリップ・フレデリクド・ディートリヒ男爵の要望で、当地に駐屯していた、公平隊員、ルージェド・リールが出生する舞台を鼓舞するために、一夜にして、作詞作曲したというのが定説である。この時付けられたタイトルは、ライン軍のための軍歌であった。リール隊員はこの曲を、当時のライン方面軍司令官、ニコラ・リクネール元帥に検定した。その後、 この歌は全国にパンフレットという形で流布され、チュイルリーグ襲撃事件の約2週間前に、マルセイユ連名兵がパリ入場した時に口ずさんでいったことをきっかけとして、パリ市民の間で流行した。このためにもともとの題名ではなく、現在のラ・マルセイエーズという形で定着した。さらに1795年7月14日に国民公開で国家として採用されたのである。 初期出版の楽譜に作曲者名が記されていない。ことなどから、作曲者は不明とされるが、ルージェドリールの別の詩、自由への参加に曲をつけたことのある作曲家、イグナツ・プライエルこそが、真の作曲者ではないかという異説もある。また、現在7節あるうちの最後の節は、同年10月に付け加えられ、ジャンバティスト・デュボは、マリー・ジョゼフ・シェニエ、デュボは神父の作だと言われているが、 フランス政府の公式見解としては7番の歌詞は作者不詳とされている。1804年、ナポレオン・ボナパルトが皇帝になると暴君を倒せという部分の暴君は、摂集君主全般を指すことから国家を出陣の歌に変更し、ラ・マルセーエーズは第一帝政から王政復古にかけては特別な許しがある場合を除いては、公の場で歌うことは禁止されていた。 1830年の7月革命以降は晴れて解禁となり第3共和制下で再び国家に制定され同年にベルリオーズが独唱者と二重合唱オーケストラのための編曲を施した第4共和制の1946年憲法及び第5共和制の1958年憲法のいずれにも ラ・マルセイエーズを国家として定める旨が明記されている。現在のフランス第五共和政憲法には以下のように規定されている。2015年11月13日にパリ同時多発テロが起きた時にはフランスとパリ市民との連帯を表すためなどの理由でラ・マルセイエーズの演奏がなされた。事件当日に開催された国民議会臨時会合では犠牲者への黙祷の後誰ともなしに ラマルセイエーズが歌われ出し大合唱となった。国民議会で議員によってラマルセイエーズが歌われるのは第一次世界大戦終結後の以来である。また、同月17日ベルサイユ宮殿で大統領の招集で開催された元老院国民議会の両院合同議会でも両院議員によってラマルセイエーズが合唱された。また元老院でも 同様に黙祷の後に、ラマルセイエーズの合唱が行われた。事件から2週間後の11月27日にオテルで、ザンバリットで開催された、追悼式典では、ベルリオーズ編曲のラマルセイエーズが演奏された。この他、民間レベルでも、11月15日に、ノートルダム大聖堂で、11月17日のウェンブリースタジアムでの、サッカーフランス代表とサッカーイングランド代表の、 親善試合などでも、ラ・マルセエーズが、テロの犠牲者への追悼とフランスとの連帯を表す、ために演奏された。この時には、電光掲示板に歌詞が表示され誰もが歌えるように、配慮がなされた。ロベルト・シューマンの、二人の敵弾兵では、ナポレオン戦争における侵略者フランスの象徴として、引用されている。また、シューマンの、ウィーンのシャニク肉祭の道家の、第一曲にも引用されている。 1880年にチャイコフスキーがナポレオンのロシア遠征をロシア側から描いた序曲1812年作品49においては侵略者フランスの象徴として一層強烈に引用されている。一方、ミュージカルレ・ミゼラブルの民衆の歌の歌詞には影響が見られ市民革命の音楽として位置づけられている。また、宝塚歌劇団のベルサイユのバでも バスティーユ襲撃を題材にした、バスティーユあるいは、バスティーユの戦いと題された場面で使用される。音楽は、ラ・マルセイエーズのフレーズを借用しているほか、フィナーレでのラインダンスにおいても、アップテンポで、マーチ調にアレンジされ、間に、7六本のトロンボーンや、ファランドールのメロディーを挟んだものが恒例として、使われる。また、冒頭のわかりやすいメロディーは、映画、紳士は、金髪が、 お好きの中の歌曲、ダイヤモンドは、少女の大親友に引用されている。またビートルズの All You Need Is l のイントロにも使われている。1979年には、セルジュ・ゲンスブールが、アルバム、フライト・ジャマイカで、レゲエバージョンを歌った。ラ・マル・セイエーズの歌詞には、複数のバージョンが存在するが、ここでは公式版のフランス語歌詞を掲載する。ラ・マル・セイエーズ。 プレザデンスデラレプーブレイクフランス大統領府、ラマルセエーズゼニアクラマルセエーズ、ラマルセエーズから YouTube、ありがとうございます。